はい、それでは2時になりましたので、いよいよトークイベントを開始いたします。本日司会を務めますのは当館日本科学未来館の、科学コミュニケーター長谷川麻子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてゲストのお二人をステージにお呼びしたいと思います。まず倉田幸五郎さん、鉄のアーティストです。そして、このロボットを動かす方のお仕事をしていらっしゃるロボット研究者の吉崎航さんです。お二人今日はありがとうございます。よろしくお願いします。マイクいかがですか。こんにちは。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今日、タイトルはですね、鉄系クラタス入門、女子はリアルを愛せるのかという、タイトルでつけました。お二人見て いただいてですね、いかがですか。いかにも鉄のアーティストという感じですかね。私ちょっと倉田さんに手を見せていただいたんですけれども、ちょっと倉田さん手を挙げていただけますか。いや、全然普通ですよ。私の手と比べていただくと結構でっかくて素敵な手なんですが、今日はですね、このクラタスを見て、うん、なるほど、どういうものなのかしら、そんな風に思われた方、あるいは子供の頃を思い出して、男の子たちロボット夢中だったよね、そんなことをちらっと思い出した女性の方にも、ぜひこのクラタスの魅力をお話ししたいと思ってこんなタイトルにしました。一つ皆様にご案内がございます。今日のこのトークイベントなんですが、ユーストリームの中継を行っています。そのことだけどうぞご承知おきください。では、トーク早速進めてまいりたいと思います。今日の、プログラムですね、第3部に分かれております。クラタスが生まれるまでということで、過去編、それから現在今の姿のクラタスについて、生みの親のお二人から一番好きなショットをご紹介していただきます。そして最後が未来編と題しまして、クラタスを通して未来を見てみよう、そんなことをお話ししていきたいと思います。そして最後に皆様からご質問やご意見いただきたいと思います。では最初まず、お二人をご紹介したいと思います。最初に倉田幸五郎さんです。現代美術家というふうに一応、ステータスさせていただいたんですけれども、私にとってはちょっと鉄のアーティストというのが あるんですが、1973年東京都のお生まれです。代々続く、鍛冶屋さんのお家にお生まれになって、いや、うちの親父が同じようなことやってるので、はい、代々では、あ、そうなんですね。はい、何代ぐらいなんですか。お父様はもう鍛冶屋さん、まあ、鍛冶屋って言っても同じような感じですよね、はい、そのいわゆる若鍛冶とか、まあ、日本っぽくない西洋の鍛冶屋みたいな感じなんですよ、はい、西洋の鍛冶屋さんなんですね、はい、ああいう門扉を作ったりとか、ね、エクステリア、インテリアのいろんなものとか、はい、そんなことを作っているお父様のところにお生まれになったんですね。それでですね、その枠には全くとどまらない活動をしていらっしゃいます。なんとですね、香りを作るアーティストの島崎直哉さんの展覧会でオブジェを制作したりとか、あとは国立劇場、新国立劇場のですね、モーツァルトのオペラフィガロの結婚の舞台装置の制作などもされています。それから皆さんきっとご存知だと思うんですけれども、実物大のスコープドッグの制作でも有名でいらっしゃいます。では後ほど幸五郎さんからお話を伺うことにして、もうお一人の、クラタスの生みの親、吉崎さんをご紹介します。吉崎さんはロボット研究者でいらっしゃいます。1985年の山口県のお生まれなんですね。はい、はい、現在、奈良先端大学情報科学研究科のご所属、今何年生ですか。今博士後期課程の3年で、今年で卒業ですね。あ、そうなんですね。じゃあ卒業論文というか、ね、学位論文の
どうなんでしょうか。あ、ええー、はい、博士論文も書いていますね、はい、で、奈良にはほとんどいないです。基本的には秋葉原とかに。あ、基本的には秋葉原にいらっしゃる大学院生、はい、博士課程の学者さんでいらっしゃいます、はい、そして一番今回 の、 あのトークイベントの目玉でもあります、この人型のロボットを動かすためのインターフェースソフト、武士道というのを開発していらっしゃいます。これについては後ほどご本人からご紹介をいただきたいと思います。そして、一昨年ですね、経産省からスーパークリエイターにも認定されている、こんなお二人が作ったオブジェがこのクラタスになります。では早速過去編ということで、のクラタスが生まれるまでのお話を少しずつ伺っていきたいと思います。これもう目の前にあるとですね、ありクラタスありきなんですけれども、生まれるまでというか一番最初どんなことがあったんですか、倉田さんの頭の中。はい、ですね、まあ1分の1ボトムズっていう、まあ4メーターサイズの側だけなんですけども、ロボットを作って、でやっぱりそれちょっと乗ってみたいじゃないですか。はい、あと作ってる時にですね、全部関節がフリーなんですね。はい、ですので、その押すとゆらーって揺れたりするんですよ。はい、でその時にすごい人型が動くってことに恐怖感を感じて、はい、で、まあ、実際問題 4m で本当にロボットがいたらどういうふうに感じるんだろう、はい、多分楽しいだけじゃないなと、そういうことももう、まあ、体験してみたくて作り始めました。そうですよね、 4m っていうと皆さん何を想像されますか。だいたい馬に乗った時って自然の高さ 2m 以上になると思うんですけど、そのさらに倍あるわけですよね。そうですね、相当の高さになりますね。そうですね、今これでもあと1メーターぐらい高く上がるんで、はい、それだけでも相当変わりますね。ですね、はい、ちなみに乗った時の視界っていうのは一番上の視界になるんですか。どんな風に外には見えるんでしょうか。ですね、まあ、今回というか、まあ、その腰のところに今カメラがついているので、はい、今のところは結構低い位置です。あ、腰のカメラですね、はい、そうですね、あのキラッと光っているものですかね。そうですね、はい、はい、でまあ、今後というかその場所場所によって後ろの視界が必要だったら後ろにカメラをつけたりとか、はい、そういうような感じでどんどん。あ、はい、なるほど、まだ進化中という感じですね。そうですね、はい、わかりました。さてじゃあちょっと動かす方を担当している吉崎さんにも聞いてみたいんですけど、はい、倉田氏と出会ったというか、まあ、倉田さんと出会った、それはどんな経緯だったんですか。私自身がもともと巨大ロボットを動かすソフトっていうのを作りたいとずっと思っていて、はい、で巨大ロボットはたまたまうちにはなかったんですが、で小さなロボットで30センチぐらいのロボットでこうソフトを使って動かせるよと、まるで巨大ロボットのコックピットのように動かせるよっていうようなのをこう動画サイトで投稿してたんです、はい、でそれにいろいろな経緯があって気づいてもらえたらしくて、で私自身もその、はい、もちろん倉田さんのことはスコープドッグ作った人として認識していて、である日メールが届いて、今巨大ロボット作ってるんだけどみたいなメールが届いて、はい、で一緒に会って話をして、そこからもうじゃあ一緒に作らせてくださいっていう話になって。なるほど、もう即決ですか。即決でしたね、はい。倉田さん一体どんなメールのタイトルを送ったんでしょうか。よく覚えてないですけど、ただ作ってます、ま、理系の人じゃないですか、はい、でもしかしたらこっち自由方便だから、はい、ちょっと会ってみたら気が合わなかったら困るななんて思って、うん、はい、あんまり具体的には話しかかなかったんですよ、ええ、とりあえずその彼のシステムが見たい、はい、で会いたいっていうことがあって、はい、で飲み屋に連れ出して意外と話があったんですよ。ああ、そうですか。で、まあ、当日はねそんなあんまり詳しいこと、うん、まあ、決める人ないと思ってたんだけれども、はい、まあ、その日のうちに俺のロボットをトントン、ロボットを制御しないっていう不時文句で落としてきました。はあ、吉崎さんも最初にお会いになって飲み屋さんに連れて行かれて、もうすぐやろう、この人なの、もうすぐに一緒に作りたいなっていうのを思いましたし、はあ、何食ったかは覚えてないですけど、何見せられたか全部覚えてますね。そうなんだ、へえ。ちなみにですね、お二人は結構世代が同じとまでは言えないですよね。そうですね、ちょうど一回りです、ね、違うわけなんですよね、ええ、でも二人で作業されているところを見てもですね、非常になんというか、お互いのことを分かっているというか、お互いにお互いの仕事を分かっているというか、すごくいい感じでやってらっしゃるんですよね、はい、なんか稀有な出会い、
そのおかげでこのクラタスが生まれたわけなんですけれども、ね、なんか思い出したことがありますか？あ、いえいえ大丈夫です、はい、それではですね、実際のクラタスについてちょっと伺っていきたいと思います。まず材料なんですけど、これは材料は、はい、まあ、ご覧の通り自分が一番自由に扱えるのが鉄なので、はい、基本的には鉄ですね、うん、で何でしょう、例えばこれ他の人が乗った時にいろんなパーツを変えたいとか、うん、僕はこれ量産機でいろんな人がカスタムするっていうイメージを持っているので、はい、その交換できるパーツとして FRP の外装、今グレーなとこですね、はい、そのまあ大まかに分けてその2種類で、はい、できてます。 FRP というのはなんか強化プラスチックのようなもんですかね？そうですね、ガラス繊維の入った、はいはい、へえ。じゃあこの 4.5 トンという重さを生み出しているのはほとんど鉄の部分ということになるんですか？そうですね、まあ、鉄もそうなんですけれども、やっぱり動かすということで、そのここにある油圧シリンダーなりバルブなりっていうのがやっぱどうしても重くなっていきますね。そうか、はい、そうですね、動かすところがやっぱり重たいんですね。ちなみに作り始めっていうのはどこから作り始めるんですか？ね、これは完全にこう油圧シリンダーをつけたらちゃんと動くのかとか、はい、そういうことから始めているので、ええ、そういう意味では腕からなんですね。腕から要は本当に動くの、動かしてみる。ただまあやっぱりそのロボットを作り始めるって意味では、はい、まあ、コックピットに入りたいじゃないですか。やっぱ乗りたいっていう気持ちから作ったものです、ね、まず、はい、そこ周りから作りました。なるほど、コックピットから作ったんですね。じゃあさっき油圧とか動かすという話に出ましたので、ぜひ動かす方についてなんですけれども、なんていうか動力というかは何になるんですか？エンジンの動力はですね、基本油圧なので、はい、油圧のポンプを回します、ええ、それで通常はその何でしょう、やっぱりエヴァンゲリオンじゃないですけども、はい、ずっと高度が張ってるのはちょっと嫌なので、はい、基本的にディーゼルエンジン軽油でエンジンを回して油圧のポンプを回し、はい、その油圧で動くと。動く、はい、ただまあこういうところとかイベントであるとか、まあ、開発中とかも排気ガスとか、うん、騒音とか自分にとっても好きではないので、はい、今回は仮設電源として油圧のポンプを電気で回します。あ、200ボルトで、はい、ハイブリッド。そうですねある種ですかねなるほど、そうなんだ、なるほど。じゃあそうですね、じゃあやっぱり動かすシステムについて早速吉崎さんの方にもぜひ聞いてみたいと思います。いいでしょうか？はい、武士道というソフトについて、はい、お話しいただけたらと思うんですけど。はい、私が開発しているのは巨大ロボットをどうやって直感的に動かすのかというモチベーションで生まれたソフトです。で、簡単にどういうことかっていうと、例えばこう人間が腕を上げるとそれに合わせてロボットも同じように腕を上げてくれたりとか、小さな人形の、ロボットの腕をこうポッと持ち上げると本物の大きなロボットも同じように手を挙げてくれたりというように、その子供でも簡単に扱えるぐらいの簡単なインターフェースでこうロボットを動かしてあげたいというようなことを、実現するためのソフトです。で、それって単純に人間の動きをセンサーで取り込んでロボットにつなげてあげればいいんじゃないのって思われる方も多いかもしれないんですが、実際にはそうではなくて、例えば人間の腕の形とロボットの腕の形って実はよく見ると異なっているんですね。でそれでクラタスなんかは特に足が4本あったりですとか、あるいはこう背骨が通ってるんではなくてこう関節が3つぐらい腰の部分に重なっていたりとか、まあ、ともかく人間と違うところは非常に多い。なのでこうパンチをするときにきちんとバランスを取りながらパンチが取れるかとか、立ち上がるときに転倒しないかっていうようなことを考えながら動かすとなると、まあ一見直感的でも人間の動きを取り込むというのは非常に難しいと。で、それを自動的にバランスを取ってくれたり安全を見てくれたりする仲介ソフト、まあパソコンでいうと Windows とかにあたるソフトですね、そういうものがあればこう安全に動かせるんじゃないかということで作ったのが、武士道というソフトです。動画よろしいですかね？はい、はい、具体的には例えばこのように CG の上でタッチペンで動かしてあげると、その CG と同じようにロボットが動いてくれたりですとか、あるいは人間の動きをそのままコピーして、はい、でこれもロボットが転倒しないように
若干動きを変更しながらこう床が傾いても傾けても大丈夫なように大丈夫なんですね、はい、調整をしてくれたり、はい、それで、シミュレーターを介しているので今小さいロボットで動かしてましたけど大きなロボットでも同じように仕事をさせて動きをコピーしたりすることが可能です。でこれが120センチクラスの、等身大ロボットですね。で歩いたりもできますし、人間の踊りをコピーしたりすることもできると。すごい。でもっと大きなものもできるんじゃないかということで思っていたところへ、はい、巨大ロボットクラタス、これに対応させたのも全く同じシステム、武士道です。このように小さなコントローラー、人形の形した、まあ、上半身の形をしたものを動かすだけでロボットが動かせるし、こう遠隔地からタッチパネルで動かしたりすることもできると。でこのようなシステムを使えばこう小学生でも巨大ロボットを動かせるかもしれないというような望みを持って、まあ、実は先日小学生に動かしてもらうようなイベントもあったりしたんですが、はい、いかがでした？そういうこともできると、動かしてましたね。ちなみに巨大ロボットを動かすためには何かこうカスタマイズする必要があるんですか？ソフト自体をですかね、はい、そうですね、基本的には必要なくて、はい、ロボットの形状がどんなものであるのかっていうのを設定するだけで動くんですが、ただしそのクラタスの場合は例えばこう左腕に何かいろいろついていたりですとか、はい、その頭の形がちょっと違っていたりとか、ね、結構面白い機能をどんどん追加していくという方向ではカスタマイズを続けています。あ、なるほど。ちなみに今左腕の話が出たんですけど、右左腕っていうか手少し違いますよね。そうですね。これはどういうふうに何か面白い機能がこれからつけたいもの、今ついているものあるんですか？例えば右腕、これは指の部分が全て動くようになっていますので、はい、このような手袋を使ってコピーして動かすことができます。人間の動きに合わせて指が動くっていうことを、そのグラブをはめて自分の手を動かすと、全くそれと同じ動きをロボットがしてくれるっていうことですよ ね。よかったらお話の後あたりにちょっと動かしたりとかできるかなと思ってるんですが、指の動き、ぜひお願いします。皆様楽しみにしてください。で左腕に関しては、きっと小五郎さんに説明していただいた方が、じゃあ小五郎さん左腕、はい、ですね、前のスコープドッグの時もそうだったんですけども、はい、右手作るとちょっと飽きてしまう時がありまして、左手ちょっと違う方がいいかなっていうのがなるほど、はい、作り手のなんか、そうですね、はい、面白いところですね。左手は何、どんな左手は、いやだからあの毎回、まあ違うものつけて、もう面白いかなと思ってます。今差し替え用の左手はあるわけではないけど、これからいろいろという感じで、今は一応そのガトリングガンというか、あの普通の手じゃないのがついてるので、こういう感じでいろんなものを、はい、なるほど。花火がついた頃ありましたよね。何がついてました？あの7連装の花火がついていたことがありまして、でそれの発火装置とかも私が作って、こう前にレバーを押し倒すと7連発パンと飛んじゃうようなすごい遊び心ですね。まあ、基本飛び道具ですね。基本飛び道具、はい、ちょっと物騒な言葉が出たんですけれども、でもこれは別に武器とかそういうものであの考えているわけではないんですか？そうですね、基本的にその、まあ、トイロボットですよね、はい、そのロボットを乗ったらやっぱ戦いたいとかっていうのは絶対出てくるんですけども、はい、やっぱりガチの戦争とか嫌じゃないですか、はい、でもやっぱりその遊びたいっていう気持ちも大きいので、はい、それはやっぱもうね、単刀直入トイロボットという括りでいいんじゃないかと思ってます。あ、なるほど、トイロボット、本当にリアルなトイロボットですね。ちょっとじゃあさっきの画面に戻ります。どうする、はい、すみません。じゃあだんだんお話を、ちなみにですね、あの先ほど材料は鉄だというお話を伺ったんですけれど、はい、あの鉄以外 その一番大事な足の部分、タイヤとか、はい、部品はどうやって集めるんですか？もちろん鉄はどこからっていうのもあるんですけど、まあ、そうですね、鉄は鉄屋さんというか、あの、まあ、買いに行くんですけども、普通に買いに、そうですね、はい、あですね、あと、まあ、タイヤとかヤフオクが多いですね。何が？ヤフオークション、はい、ヤフオークション、なるほど。じゃあ本当に材料から集めて組み合わせていって、そうですね、だからやっぱりね、もともと巨大ロボ用の部品を売ってるとこってどこにもないですから、はい、そうですよね。そういう意味ではいろんな使えそうなものを探して集めて、使えるかどうか検証して作るっていう流れになりますね。はい、あ、そっか、作り方っていうところでも面白いですよね。なんかあのデザイン画をあの設計図をあまり描かずに、はい、もう部品から作っていって、そうですね、あの制作のスタイルとしてはまず、まあ、普通絵を描くことが多いと思うんですけども、はいはい、自分はあまり絵が得意じゃないんですね、うん、
で得意じゃないものでやるとやっぱりイマジネーションちっちゃくなっちゃうじゃないですか、はい、できる範囲でやってしまうので、はい、そういう意味ではその初めから立体の方が作りやすいので、はい、一番初めからその模型という形で作って、はい、あの稼働範囲とかの全部検証を行い、はい、そこからここに直結するっていう流れでやってます。模型はもうほとんどこの原型と同じような感じなんですか？大きさは。そうですね、大きさは小さいですよ。20分の1とかなんで。20分の1、あ、そんなもんなんですね。これぐらいの、はい。あー、なるほど。じゃあちょっと、じゃあですね、すみません、そろそろお二人の、ベストショットをちょっと伺いたいなって思うんですけれど、まずじゃあ小五郎さんから、はい、先ほどお写真撮ってくださったのを出したいと思います。これが小五郎さんのベストショットなんですけれども、ね、チャームポイントは、はい、まあ、今回もちょっと真正面なんですけれども、はい、実は真正面って意外とかっこよくなくて、やっぱロボットはこう斜めか背中だと思うんですよね。はい、はい、背中はね、私もおすすめだと思います。珍しく360度見れるようになってますので、そうですね、後でぜひ背中を見てみてください。また小五郎さんおすすめのショットもぜひ試してみてください。じゃあ、吉崎さんにもちょっと写真を撮っていただきましたのでご覧いただきたいと思います。これはこれは意外でした。こんな写真は全然自分では撮れなかったんですが。意外ですかね、はい、私が一番気に入ってるのは、はい、今はハンドですね。今は今は、はい、今はハンドです、はい、結構新しい機能とか大好きなんで、はい、ここが一番最近できたところですよね。そうなんですね、はい、ここは指実は2代目なんですよ。はい、元は油圧で非常に力強い、はい、その人間なんか簡単にひねり潰されそうになってしまうような、自分も事故で一度腕をこう失いそうになったりとかしながら、そういうこともあったんですね。いや、驚くべき力なんですよ。トイロボットとはいえ、だったんですが、今はその力制御もできるような、はい、その油圧ではなくサーボモーターも併用できるようなシステムになっていまして、ーサーボモーターも少し使っている、結構速い速度で動いて、でそれで力の制御をしながら柔らかく人間を積み込んであげるようなことができたりするかもしれないですね。柔らかく積み込むっていうと、例えばですね、小五郎さんをそーっと掴んでこう持ち上げるとか、そういうことも可能な感じできるんじゃないですかね。あ、ちょっとね、今日手をね、せっかく動かすからやってみせてほしいっていう感じなんですけど、これは指が5本ついてます。5本で、それぞれに、2つずつ自由度がついてる感じですね。はい、実は今しれっと動かしてたりするんですが、あ、皆さんこんな感じで手袋の動きがそのままロボットの動きになっています。すごい、なるほど。はあ、少し、ね、ロボットが動きました。でも吉崎さん、ロボット動かすっていうのは、はい、どのくらい、どこが動いたらロボット動いたって私たち思うんですかね。私たちっておっしゃいましたよね。あ、ごめんなさい。どのぐらい動いたらっていう感じですかね。はい、吉崎さんがロボットを出されて動かしてくださいって言われて、ええ、どこがどのぐらい動いたら吉崎さんはよし動いたって思うわけですか。手だけでも。いやー、そうですね、どこまで動いたら。なんかもちろん全身全身、うん、全身ですよね。なんかこのロボットを見てるととっても可愛くてですね、どこが動くんだろうって思ったんですね。そしたら赤ちゃんをこうみんなで眺めてるとき、寝ててちょっとでも手が動いたら、あ、動いたって思うじゃないですか。そういう感じのイメージでも実は私は見ていて、まだ動いてるところを見たことがないので、少しでも動いたら感動なのかなと思って、ロボットが動くというのは、そうですね、ね、どういうことなのかな。やっぱり全身が動かないとあれなんですかね。まあ、指だけでも結構楽しいですね。その動いた瞬間、なんて言えばいいのかな、はい、物ができた瞬間っていうのもこう見た目見てすごいなって思うこともあるんですけど、はい、そしてあと全く同じ動きでも初めてその動きを見た瞬間っていうのはやっぱり感動大きいんですよね。はい、それってちょっと命が宿ったみたいなイメージで私は見ていたんですね。突然その女子っぽい発言がたくさん出てきて、はい、そうっすね、そうかもしれないっすね。うん、なんかなんだろう、うん、魂がなんか宿ったっていう瞬間があったのかな、どこかにって思って、結構達成感に近いのかな。その自分でやってきたことがこうやっとバグなく動いたぜみたいなところがあるので、あ、まあ、あとあれですね、僕はこう、まあ、作る人じゃないですか、はい、で基本的には普通作ったら動かないわけですよ。で、まあ、ここまで作って油圧仕込んだから、
ちょっとまあ博士来いよと、はい、博士呼んで一晩経つと、はい、動いてたりするんですよね。はい、それは多分僕にとってはすごい面白いことで、はい、それこそその命入ったような感じはありますね。あ、はい、ちなみにこういう風に動かしてとか、あの博士、あの吉崎さん博士と呼ばれているんですけれども、あの倉田さんから博士にいろいろ注文があるんですか？注文っていうのをもらうことはあんまりないですね。あ、ただそう、こんなのできたよって見せてくるんで、はい、こうしてほしいんだろうなっていう意図は伝わることはよくあります。すごいですね。それはまあ気が合うってことで。基本的にはなんだろう、僕らそのコンビでもないし、はい、その共同制作でもないんですよ。そうですよね。だから僕が作ったものがあって、彼が作ったシステムがあって、それが合わさってるってことなんですね。全く別のお二人のやったことがちょうど合わさってこういうものができている、はい、だからそういう関係性って面白いもんで、はい、お互いにお互いをびっくりさせようとするんですよ。はあ、要は僕はあの彼に黙ってこういうの作って、はい、すげえだろこれちょっとやれよみたいな感じとか、はい、で逆に彼が持ち込んだアイデアがすごい面白くてとかってこともありますし、はいはい、で非常に面白いですよね。あとは、その彼がちょっとおかしいところなんですけども、まあ、24時間起きてる男なんですよ。24時間、で、僕もいい年なんで、いやいや、疲れて寝ちゃう、はい、そうするとですね、コックピットの中で、博士車中泊みたいなことで朝になるとなる。車中泊可能なんですね。はいはい、あのシートは何か工夫があるんですか？まあまあまあデザイン優先で僕が座りたいシートっていうデザインですね。はいはい、あれは革のシートですか？そうですね。茶色いね、はい、かっこいい感じの。そうですね。あれを作ってくれた人がですね、一応そのホンダのレーシングの、あの正式採用された結構すごい人で、やっぱりレーシングカーの、あの系譜なんですね。はい、なるほど。博士はあの一番あの倉田さんにびっくりさせられたことって何か覚えてらっしゃいますか？やっぱり一番最近で驚いたのは、いつの間にか指がサーボ化されてたことですね。はい、あ、いつの間にか電気式のモーターに、倉田さんがサーボ化したんですか？そうですね。そうですね。今回、まあ、新作部品ですね。はい、手のサーボ化をこっそりやって。あ、へえ。じゃあ逆にちょっと前にそのサーボにしたらもっと早く動くのにな、はい、チラッとかっていう話はしたかもしれないんですが、ね、いつの間にかっていうのは驚きましたね。はあ、二人でじゃあお互いに驚かせ合っていろいろやってらっしゃるわけですね。はい、わかりました。じゃあ早速あの次にですね、あのクラトスを使って未来を考えるっていうことを思ったんですけれども、私ちょっとですね、急にクラトスを見ていたら伊勢神宮のことを思い出しました。クラタスはきっとこれから進化というか変わっていくと思います。あのさっきもね、左手がどんどん変わっていくという本におっしゃってたんですけど、はい、伊勢神宮っていうのは20年ごとぐらいに遷宮しますよね。場所を移して建て替えて、また元の場所に移して建て替えて、そのことによってあの技術が継承されていくし、またその神宮で行われる儀式なんかも継承されていくと思うんですね。もしずっと同じ場所にあればそういうことはもしかしたらないかもしれない。そんなわけでクラタスを持って未来に行ったらどうなるかな、ちょっとそれを想像するものとして未来に投げ込んだらクラタスどんな風に見えるかな、私たちが未来を見るための道具としてちょっとクラタスを考えてみたいという風に思います。まずあのクラタスというのはもちろん乗って動かせる夢の道具なんですけど、まあ、何か道具的なものとして作られたんでしょうか？これは？あ、ですね、道具、はい、そうですね、まあ、僕自身はエンジニアではないので、はい、その例えばなんだろうな、最先端の車を作ろうとかそういう意図では全然ないんですね。はい、まあ、道具っていうキーワードだと僕自身がそのモチーフとして道具っていうのは非常に好きでやってるので、そのある意味すごく正しいんですけれども、要は物がそこにあると、それだけで終わるものよりもそれが自分が作ったらどうなるんだろうとか乗ったらどうなるんだろう、もう一段先の好奇心をくすぐるようなものが好きなので、そうですね、まあ、道具として作ったというのは確かにありますね。なるほど、はい、ちょっと未来をね作るっていうところまであれかもしれないですけど、周りの世界が変わりますよね。未来館にこれが現れた時もですね、変わったと思います。このジオコスモスの下にあのクラタスがあって、ここは地球じゃないのかという感じで、そうですね、ちょっと面白いロケーションですね、はい、なかなかね、不思議なロケーションにここはなったんですけど、
吉崎さんの方は道具という言葉を聞いて何かこうありますか？そうですね、まずデザインとしてはその、はい、おもちゃ的なところとかっこよさっていうところを重視してるっていうのは、見てても非常に思うところがあるので、はい、道具として使う形にはなってないなと。あー、なるほど。でもそこがいいなと、はい、である意味では我々が遊ぶための道具なのかなという感じはしているんですが、で、ね、技術的なところでも実は結構遊んでいて、要はそのまだ製品として実用化はされてないようなものだけれども、研究では、はい、どこかで見かけるかなぐらいのレベルの技術が結構入ってたりするんですよ、はい、そういう意味ではこの未来の電化製品に使われるかもしれない技術が入っている道具かもしれないですね。なるほど。じゃあ自分たちの例えば技術とかスキルを試す道具としては機能するかもしれないですね。非常に大きな。なるほど。単純にこれを使って将来なんか、なんだろう、なんかこう救助をするとかそういうことは あまり考えてはない。そうですね、うん、逆にどっか行って救助されることもあるんじゃないかと思うのでそうですね、はい、なるほど。そうですね、ありがとうございます。じゃあちょっと次なんですけれども、一応このクラタスは人型ロボットという括りに、まあ、分けていらっしゃいますよね、はい、多分自分でこれ人型だろうっていう風に、はい、そうですね、はいはい、思ったと思うんですけど、ロボットにもなんかちょっと人間には人間臭さというものがあるように、ロボットにはロボット臭さみたいなものあるのかなと思うんですけど、私にとってとってもロボット臭いものなんですけど、ロボット臭さっていう言葉聞いて、そうなんかありますか？こんなところがロボットらしいと。人型なのにロボットなわけですよね。人とロボットを分けるなんかそれぞれのらしさみたいなものって、ハンダとか油とか結構臭いんですよね。文字通り臭い、はい、結構回路が燃える匂いとか感じるとすごく焦った気持ちになるんですよね。ロボットを作る人たちって焦げ臭さにはすごい敏感で、焦げ臭さに敏感、ロボットは微妙にそういう匂いがすることが多いですね。あその焦げ臭さっていうのは、ただ燃えたら危ないって。危ないですね、いかに早く反応できるかが重要なんで。例えばコックピットに入っていてね、焦げ臭さを感じたらすぐに電源を切ります。はい、乗り方のあのビデオにですね、すぐに避難するようにあったんですけれども、でも安全装置が入ってるんで電源を切っても転倒はしないようになってます、はい、ちゃんとそこまで考えているんですね。はい、それはもうなるほど、人型ロボット。ちなみにこの未来館には人型ロボットの有名な人型ロボットアシモがいるんですけれども、アシモとこのクラタス同じ人型ロボットということで、なんかアシモと比べたりしても面白いんじゃないかなって思うんですけど、アシモについてはちょっとなんか倉田さんはどんな。ですね、まあ、アシモそのものではないんですけども、まあ、これ作った経緯の中でちょっとキーワードにはなるんですけども、はい、日本人の30代の、はい、まあ、男子ですよね、はい、それの描いた夢って、はい、巨大ロボットに乗ることなんですよ、はい、でもその日本で技術がたくさん上がるんだけども、はい、できるのがすごくちっちゃいアシモとか、ね、要はアトムタイプですよね、で僕らはやっぱマジンガ Z とかがいいので、はい、マジンガ Z そういう意味で、はい、未来館のスタッフの、ね、30代スタッフもですね、マジンガー Z だと言ってました。そうですね、はいはい、私も実は同じ30代なんですけれど、マジンガー Z ははーって感じで本当にマジンガー Z かーっていう感じで、とてもその差が不思議なんですね。今回タイトルに女子とつけたのはそこが一番の大きな理由で、ちょうど大体同じ年なのにこんなに違う世界を思い描いたんだなと。まさかクラタスのような未来は私は全く思い描いていなかったので、男子と女子には面白いなというか、男子はなかなかすごいんだなと、私は当時遊んでるだけと思っていたんですけど男子のその先見の目はすごいなと思ったし、それを実現してしまうところもなんか本当にすごいなと思って、出会えてもうラッキーという感じです。はい、ではですね、ちょっと人が乗れる魅力というところなんですけど、人が乗る、はいはい、私倉田さんに初めてお会いした時に、これロボットに乗れるんだったら普通にでっかい船を操縦するとか戦闘機とか飛行機を運転するのと
あまり変わらなくないですかなんて聞いてしまったんですけど、ロボットに乗るその特別なところっていうのは、特別なところなんていうか特別、いやもうこれ自体が特別は特別じゃないですか、はい、そうですね、存在自体唯一ですけど、まあどうだろうな、ロボットに乗りたい、そう、まあでも僕はちょっと特別なあれじゃないですか、要は僕は乗りたいものを作ったわけですよ、ああです、ね、だから、例えばそのね、単純にロボットを乗った感想って多分彼に聞いた方が、あ、そうですよね、じゃあ初めてどんな感じ、初めてですか、はい、あ、初めて見た時やっぱりすぐ乗りたいと思いました、あ、初めて見た瞬間はもうパッと乗りたいと思いましたね、はい、で自分の制御が入ってからは、初めて動いた瞬間は、はい、もういつ死ぬかっていうようなことばっかり考えてましたね、命がけで、生体展示で乗ってる状態っていうのと、はい、動かない状態で、自分のミスによって死ぬかもしれない状態で乗るっていうのとはもう全く心持ちが違っていて、そうですね、じゃあ作り手としての、立場でいるときと、純粋にこう見る人としているときは全然違う、ただ正直に言うと、はい、その緊張感が一番楽しいです、あの命を危険にさらして何が起こるかみたいな、マジで向かい合っている瞬間っていうのが、なるほど、男の子たちがマジで向かい合っている、本当にですね、このロボットを作った方たちはですね、ロボットに触れていたいというような感じがあるんですよね、特に何もしていない時でも足の上に乗っていらしたりとか、なんとなくこう周りをうろうろしている方がいて、あ、なんかロボットを愛してるんだなっていう感じを私は持っています、はい。それからさっきちょっと倉田さんの方から世代の話出していただいたんですけれども、はい、本当に時代をこう並べて書いてみると、まず倉田さん、吉安さんが生まれた1970年代80年代からアニメの全盛期、リアルロボットと言われるアニメの全盛期で、はい、お二人はどんなものが、マジンガー Z もあるんですけど、そうですね、じゃあまず僕はですね、はい、意外とアニメって見てないんですよ、はい、学校とか行くときに再放送流れてる程度の感じで、はい、ただ、うん、やっぱりプラモデルでしたよね、ガンプラとか、はい、なるほど、やっぱりもう作る方にも行ってたんですね、はい、そうですね、まあ娯楽がそんなのしかなかったのもありますし、はあ、はい、そうですね、なるほど、吉崎さんは何かこうお気に入りのありますか、ロボットを動かすっていうイメージの原点になった、多分自分が生まれる前からのも含めてかなりロボットアニメだけは見ていて、はい、そうですよね、最近も大体見てるんですが、はい、最初らへんでそう生まれてから見始めた一番ハマったのはパトレイバーですね、大体幼稚園ぐらいの時にプラモデルとかも作ってたみたいで、やっぱりプラモデルも、アニメとかも見ながら、なるほど、ね、ご自分でデザインをロボットのデザインしてみたとかはありますか、まあ恥ずかしいものばかりですけどありますね、はい、あ、そうなんですね、もう動かそうとその時から思ってた、思ってましたね、思ってました、結構進路とかもロボットを作ることだけを考えて決めてきていたので、はあ、そうなんですね、というわけでそのお二人が子どもの頃からだいたいほぼ一世代分というか30年ぐらい経ってこれが実現したんですけど、今のこの2012年という時代にクラタスが出現しまた動かすことができたっていうのには何か時代の背景とかあると思われますか、はい、そうですね、まあ、そもそもその、まあ、作り始めて、はい、まあ、博士の出会いもそうですけども、やっぱりインターネットとかが大きいですよね、インターネット、はい、で例えば、まあ、でかいもの作ろうと思って、はい、油圧シリンダーを使えばできるんじゃないかと思ったとしても、はい、油圧シリンダーどこで買うんだっていうところから始まりますよね、はい、ただそれが20年前だと人づてしかできなかったはずなんだけれども、それがインターネットを使えば自分で集めることができてしまう、比較的簡単に、やる気さえあればどんどん調べられてしまうっていう、その時代背景は非常に大きいですよね、なるほど、ちなみにコウロさんのアトリエというかは、はいはい、今はこのクラタスを作ったアトリエはどちらにあるんですか、あ、山梨、あ、はい、山梨の方にあるんですよね、はい、そっか、そういう場所がどこにあるかっていうこともあまり、ね、気にせず作ることがた、まあ、ある程度、まあそうですね、昔よりもその、はい、通信販売とかいろんなワークもありますから、ね、そうですね、これを作るのに通信販売が使われているっていうのは本当にまあそうです、はい、なんか不思議な感じがしますね
なるほど、そうなんです。でもこのミラ館に、先月の末からあのクラタスを展示しているんですけれども、子どもたち小学生の団体があの見学に来て、みんながわーっと寄ってくるかと思いきやですね、意外と寄ってこない時もあって、実は大人の方の方がたくさん寄ってくるんですね。これは一体どうしたことかというふうに考えていたんですけど、倉田さんたちはですね、子どもたちとクラタスはどんな相性だとか、なんか予想がありましたか？相性相性というか、もう、はい、喜ぶのかとか。いやでも何でしょう、単純に例えばこういう大きいもので、はい、僕らロボットアニメ見てるからなんとか親しみを感じているけども、そういうバックボーンがない人たちがどういうふうに感想を見るのかなっていうのは、僕にとっては非常に興味深いから、逆に面白いですよね。今の子だったらポケモンとかの方がとっても身近に感じて、なんかこう乗せてあげるときに怖がったりとか、そういうこともあるんですか？やっぱりどっちかっていうと、中に入ってそのハッチを閉めるときに暗くて割と狭いので、そういうのが怖い子がいるかなというようなのは何度かありましたね。ハッチはね、そのなんていうか胸の部分が開くんですよね。そうですね。外からでしたっけ、ボタンが。外からも中からも行けます。あ、よかった。中から行けないと怖いですもんね。そうですね。はい、そっか、なるほど。そうですね。それでさらにですね、今2012年でこのロボットが今あるんですけど、これがまたさらに1世代ぐらい進んで、だいたい2050年ぐらいになったら私たちの未来ということになるんですけど、一体どんな風なものが作られているのかなとか、クラタスはこれからどうなっていくのかなってちょっと考えるんですけど、クラタスはやっぱりこのままの姿でっていうよりはどうですか？こう、そうですね、僕的にはですね、このクラタスがうんぬんとかではなくて、はい、その今若干物作りが弱まってる的なことって言われてるじゃないですか、はい、ただ日本人ってそもそも物作るのがやっぱりうまくて、はい、で今だって技術いっぱい持ってる、でなぜか分かんないけど、きっかけがないとあまり動かないっていう性質を持ってると思っていて、はい、からやっぱりね、僕らが子供の時に夢見た世界って、はい、こういうロボットとかガンガンいいんだろうなっていう気持ちはあったんだけど、うん、まだ来ないと、はい、そうであれば例えばここで、まあ、個人制作に近い形で、うん、まあ、作って、はい、でこれを見て違う人がもっとすごいもの作って、うん、で今度それを見て僕はまた作るかもしれないしっていう、はい、そういうむしろなんだろう、もっとでかいその文化的な広がりのきっかけになってほしいということが今大きいので、刺激とかです ね、インスピレーション、はい、だからこれ単体がその2050年どうなってるとか、そういうのはあんまり気にしていなくて、2050年にこれが何らかのきっかけになって、はい、できたものは見てみたいという気持ちがありますね。つまり2050年になった時に後から振り返ってみたら、そういえばクラタスがきっかけになったよねとか、そうなったら一番嬉しいですよね。そういうふうにね、はい、見ていらっしゃるんですね。吉崎さんにとっては2050年のロボットっていうのは、武士道は、そうですね、武士道自体は、はい、そのクラタスも動かせるし、30センチぐらいの小さいのも動かせるしみたいなところを一つの特徴にしているので、はい、これからもっといろんなロボット、大きいものも含めてですね、はい、が出てきてもそれぞれにどんどん対応していきたいですし、うん、積極的にもう一生そういう開発を続けていきたいと思っているんですが、はい、で2050年ぐらいには、もうきっとその車に乗るのと同じような感覚で、こう周囲を車が走っているのと同じぐらいの感覚で、はい、ロボット、巨大ロボットが近くにいても、何の違和感もないような、そんな時代になっててくれないかなと思ってます。なるほど。乗り物としてもね、乗り物としてもですね、いろいろね、2050年になればもしかしたら一人乗りヘリコプターとか、まあ、いろんなものが、まあ、タケコプターとかいろいろそろそろあってもいいんじゃないか。だって2050年ならドラえもんもね、生まれてますからね。2112年じゃないですか、ね、2112年だ、ダメだ。ドラえもんって進んでるんですね。そうですね、タイムマシンありますからね。そう、タイムマシンもあるし、あのドアを使えばどこでも行けるので。そうか、なるほど。じゃあクラタスを見ながら未来を考えることが面白いんですね。
じゃあ最後にちょっとタイトルに戻ってですね、何がリアルを決めるのかという見出しを出したんですけれども、リアルっていうのはなんかこう自分が作りたくなるとか、自分を上手に投影できるとか、そんな風に思っていて、ちょっとこの文章を覚えておいていただきながら好きにいくと、まあ未来を作るのは私たちという風に、まあ、考えています。それで未来、どんな未来を作っていきたいかって考えるときに、このクラタスを眺めながら私たち考えていきたいなと思うんですけど、未来はやっぱり今はまだないもの、未来を作るっていう感覚は倉田さんはいつも持っていらっしゃるんじゃないかなって、ものづくりの人なので。未来を作る、はい、そう、今ないものは多分未来と、まあそうですね、まあでも個人的にはね、未来というよりも自分が次何作るかの方が心配じゃないな、はい、楽しみなので。でもそれも未来ですね、まあそうですね、それの積み重ねですからね、はい、はい、自分が次は何を作るのか、何か構想があるんですか。いや、それは人に言わないことにしているので。はい、そうですね、はい、楽しみですね本当に何が生まれるかわからないですね、ものづくりの方の手にかかるとね。吉崎さんは何か未来を作りたい。そうですね、このまま放っとくとどんな未来になるのかっていうんじゃなくて、はい、自分が未来に対して何をできるかっていうところで言うとすると、はい、まあ、将来二足歩行の巨大ロボットができるかどうかなんて分かんないですけど、はい、それがいることを前提に、うん、こう8メータークラスで巨大ロボットがこの辺を歩いてると考えたら、今技術的に何が足りないのかっていうところを常に考えていて、そのために必要なところを私はこれからも作っていきたいなと思ってますね。はい、8メーターというとこれの倍ぐらいの大きさということになりますね。そうですね、そう考えるとでかいですね。はい、そう考えるとでかいです。より怖いですね。より怖いです。だってこれだって今動かすことはちょっとね、このスペースではって考えるので、ね、まあ、このスペースに限らなくていいんですけど、未来館で開発させてもらえますかね。ああ、そうです、ちょっと部屋を広げないといけないかもしれないですねありがとうございます。ということで、ちょっと皆さんにメッセージを2つ選んでみました。あなたが見たいと思う世界にあなた自身がなりなさい。これは気候変動に関する政府間パネルの代表でいらしたインド人のパチャウリさんという方がですね、くださったメッセージなんですけれども、自分が見たいと願うだけではなく、それを自分自身で体現しなさいというメッセージです。それからもう一つはアラン・ケイさんという、まあ、パソコンのコンピューターの父と言われている人ですけれども、未来を予言する一番いい方法はそれを自分で作ることだ、自分で発明することだ。全然違う国に生まれたお二人が全く同じようなことを未来に関して言っていて、今日はですね、私たちにもこの未来を見るためのなんか一つのきっかけとしてクラタスを連れてきてくださったお二人をお迎えすることができて、未来館としてもとても光栄に思っています。そろそろ、トークイベントは終了いたしまして、皆さんからちょっとだけ質問をお受けしたいと思います。まずは倉田さんと吉崎さん、お二人お話どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしいですか。じゃあ、はい、皆さんの中からぜひお二人に直接伺ってみたいこと、おありの方、手を挙げてください。そちらにマイクをお持ちします。じゃあ私の正面にいらっしゃるですね、一番後ろの方の方、少々お待ちください。いつもウェブの方を拝見させてもらっています。ありがとうございます、はい、で、ずっと気になってたんですけども、はい、乗り心地ってどうなんですか今パトレーバーの話もあったんですけども、はい、やっぱり二足歩行の巨大ロボットっていうんで、決してそういう快適な乗り心地は得られないだろうというふうには思うんですけども、はい、ですね、基本的に僕乗り物をすごくするんですけども、かなり酔いますで、なおかつですね、ですかね、はい、僕の中でむしろそんなに乗り心地いいとは
っと面白くないじゃないですか。ああ、だからもうサスペンションとかすべてそういうものを排除してロボットっぽさで乗り切ってます。乗りごたえみたいな感じですか。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれタイヤになんか振動吸収装置みたいなものはついているんですか。一切ありません。一切なし。あ、わかりました。はいパワステでもないって感じですね。はい、ありがとうございます。ご質問他には何か。あ、じゃあ、私の正面のちょっとお待ちください。あ、こんにちは。自分もウェブの方でいろいろ見させてもらって今日このために来たんですけど。ありがとうございます。実はちょっと操縦系統に関して質問があるんですけど、コックピットに入って多分小さな人形を動かすって話してくれたじゃないですか、はい、あれと指、例えばその肩を動かしながら指を動かすにはどうすればいいんでしょうか。ちょっと小さい人形を動かし方グローブをはめるのはちょっと大変かと思うんですが。はい、非常に鋭い質問ありがとうございます。まずですね、小さな人形用のコントローラーには実はさらに小さなジョイスティックとか腕の先のところについてまして、それを使って、手の開きと閉じ、それから手首の若干の動きなんかが調整できるようになっていたんですが、サーボのついた指を見ましてどうしてもこれで動かしてみたくなったんですね。なんかこう人間の手の動きに反応する方が楽しそうじゃないかっていうような、でそういう実験の映像を撮るためにこの手袋を作ったわけで、実はコックピットの中で使うことは想定していませんでした。というわけで、本当は中に入っているコントローラーのみで操縦が可能です。ありがとうございます。じゃあ、こちらの方マイクお渡しします。はい、面白い話ありがとうございました。この姿を見て初めて思ったことがあるんですけれども、その足を4つにした理由っていうのは、あれ、あ、はい、足を4つにした理由っていうのは何かあるんでしょうか。いろいろ形はあると思うんですけど、はい、他に。ですね、まあ、そもそもデザインをした時って助手席と出会う前だったんですね。で僕自身乗って遊びたいじゃないですか。すると二足歩行で転んだら自分死んでしまうので、まずはこれ4足だなということが、まあ基本的なベースでありましたね。あとデザインの趣味として4足は大好きだという感じですね、はい、4足は大好きなんですね。はい、わかりました。他には、じゃあ最後にお一人、はい、お願いします。すいません、一つだけ聞きたいことがありまして、先ほどこれはもうガチの戦争に使うものではないと単に遊び道具って言ってらっしゃったんですけど、もしも自衛隊がこれを使用したいとお借りしたいって言われたらどうされますか。そうですね、戦争は反対なんでと言いたいところですけど、ちょっと興味ありますよね。戦車と並んで写真は撮ってみたいです。災害救助等で使えたらいいか。わかりました。そうですね、そういう名目で現役から聞かせていただきました。ありがとうございます。本音でお答えいただいてどうもありがとうございました。それでは残念なんですけれども、お時間になりましたので今日のトークイベントこれにて終了ということにいたします。皆様最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。お二人に大きな拍手を最後にもう一度お願いいたします。ありがとうございました。